こんにちは、パーソナルトレーナーのさきです。今回は立ったまま肩甲骨をほぐして背中の贅肉を落とす誰でも簡単にできる肩甲骨剥がしエクササイズをやっていきます。ガチガチに固まった肩甲骨をほぐすだけではなく猫背改善や代謝を向上する効果もあります。1回目だけでも変化を感じていただけると思うのでぜひ動画を見ながら私と一緒に動いてみてくださいね。それでは始めましょう。それではまずは片手を頭の後ろに持ってきます。肘を前に曲げます。肘を開いて胸を開いていきましょう。反対の手は背中の後ろに持っておきます。肩甲骨から肘にかけてしっかりと動かすようにしていきましょう。息を吸って前に持ってくるときに息を吐きます。開いて閉じます。肩甲骨をほぐしながら胸の筋肉を気持ちよくストレッチしていきましょう。あと少しです。はい、それでは反対の準備をしていきます。では反対も片手肘を曲げて頭の後ろに持ってきます。反対の手は背中の後ろに置いておきましょう。はい、では肘を前に向けながら背中を丸めて今度は肘を開いたら胸をぐーっと開いていきます。丸めて開いてこの動きを繰り返しましょう。ポイントは肘だけを動かすのではなくて肩甲骨から腕を大きく動かすことです。呼吸と一緒にリラックスして行っていきましょう。あと少しです。はい、 OK です。では次も肩甲骨をしっかりと動かしていきます。では両手を上げたり下げたりする動きをやっていきましょう。では両手を上に上げます。手を上で重ねたら今度は背中の後ろで重ねていきます。上で重ねて下で重ねる、この動きを交互に繰り返します。上に手を上げるとき息を吸って吐きながら下ろしていきましょう。この動きも腕だけを動かすのではなく背中から腕を大きく動かすつもりでやっていきます。息を吸いながら上、吐きながら下、上と下。下を向いた時は首の力も少し抜いていきましょう。あと少し頑張ります。はい、です。それでは肘を曲げた状態で今度は手を重ねて準備していきます。肘から先だけを動かす動きです。はい、では肘から先を開いたら今度また元の形に戻します。手を重ねるのを上下で右左変えていきましょう。はい、では続けていきます。ポイントは背中をしっかり伸ばしたまま行うことです。背中が丸まってしまうと肩甲骨や肩のポジションが正しいところになくなってしまい負担がかかってしまうので背中をしっかり伸ばしていきましょう。うん、いいですね。そのまま行きましょう。はい、あと少しです。はい、バッチリでした。では両手を体の前で組んでいきましょう。今度も肩甲骨をしっかり動かしていきます。はい、では肘をしっかり伸ばしたまま肩甲骨を最初は肩甲骨と肩甲骨の間ぐーっと離すようにして次はぐっと近づけます。前に腕をぐっと伸ばして今度は自分の方にぐっと引いていきます。この動きも腕だけを動かすのではなく肩甲骨から腕をぐっと動かすように意識していきましょう。はい、では続けていきます。この動きは肩甲骨を
緩めるだけじゃなくて動かす筋肉もしっかり鍛えることができます。背中痩せにもとても効果的なエクササイズです。硬くなっている方はじめ動かしにくいかもしれません。ゆっくりやってみてください。はい、大丈夫です。では次行きましょう。はい、では両手を、肘を曲げた状態で準備していきます。手を閉じたところから2回開いていきます。1、2、閉じる。さあ、肘を開けた、肘から先を開いた時に肩甲骨を少しグッと寄せるようにして、背中の筋肉を使っていきましょう。背中や脇の贅肉をしっかりと引き締めることができます。肩に余分な力がこう入らないように気をつけて首を長く保ってやっていきましょう。では続けていきます。はい、バッチリでした。では次行きましょう。今度は両手手のひらを正面に向けていきます。このまま体を前に倒して準備していきましょう。では背中をまっすぐに保ったまま手を後ろに上げていきます。ゆっくり動かすのではなく少しリズミカルに小刻みに動かしていきましょう。背中だけではなく二の腕もすっきりと引き締めることができます。呼吸しながら続けていきましょう。はい、この動きも肩甲骨を意識して少し肩甲骨を寄せるようにしていきます。はい、手の幅はできるだけ狭くできるといいです。さあ、あと少し続けていきましょう。はい、バッチリでした。 OK です。では両手を前に出して準備していきます。では今度は上体も大きく動かしていきたいと思います。では上体を動かしながら腕を後ろに開いていきます。その時に背骨から体をぐっとツイストしていきましょう。開く時に息を吐いていきます。はい、この動きは肩甲骨と関係の深い背骨の歪みも整えることができます。綺麗な姿勢作りや背中を引き締めるのに効果的なエクササイズです。うん、とってもいいですよ。あと少し続けていきましょう。はい、バッチリです。では両手を横に伸ばしていきましょう。今度は上半身を横に大きく動かす動きです。はい、では片手は上、片手は下で肘を少し丸めた状態で横に倒していきます。肩や首の力は全然抜いた状態でやっていきましょう。バレリーナのように優雅に柔らかく動かすようにイメージしてみてください。とっても綺麗にできてます。さあ、この動きも肩甲骨から、背中を使って大きく手を動かしていきます。あと少し頑張っていきましょう。はい、お疲れ様です。では最後は胸の筋肉緩めていきましょう。手の甲を正面にしていきます。はい、では両手を前に出して背中を丸めたところから、手のひらを正面にしながら胸を開いていきます。丸めて開きます。息を吐きながら丸めてから吸いながら開いていきます。あとはゆっくり気持ちよく使った筋肉をほぐしながら続けていきましょう。大きく深呼吸していきます。
れ様でした。皆さんお疲れ様でした。今回は肩甲骨をしっかりほぐすエクササイズをやっていきましたが、肩甲骨が動くようになると背中や二の腕の贅肉もすっきり引き締まり、見た目よりもマイナス10歳若く見えるようになります。いつまでも若々しいスタイルでいるためにも、ぜひ今回のエクササイズで肩甲骨を動かすことを習慣にして続けていただけたらと思います。LINE公式では今だけバレリーナのようなスタイルを作る食事とエクササイズの動画を8個無料プレゼントしています。まだ受け取っていない方は概要欄の LINE からお友達追加して受け取ってくださいね。私のチャンネルではこれからも運動が苦手な方でも楽しく続けられて、しなやかで美しい体づくりができるエクササイズや食について配信していくので、これなら一緒に頑張れそうという方はチャンネル登録や高評価ボタンも押していただけると嬉しいです。それでは今日も最後まで見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。